ションポイントです。本日はこの絶妙に違う白の色ですね。白ってな200色あんねん。1、2、3、4。そしてリリコホワイティリリコ、ホワイティリリコ。私の今日のファッションのポイントはこのかまちゃん、あこの動きやすいボタムスです。本当におしゃれなのやめてもらっていい？私はただおもろいんやな。あんたはただのおしゃれ。すごく動きやすい。このボタムスです。わお。さあ到着いたしました。メインと言っても過言ではないこちらの金寿司さんで、私たちお金寿司さんでランチをいただきます。まだ見ちゃダメだよ。なにまだこっち向いて、こっち向いて。あのね、札幌で一番ね有名なね、ものを見ますので行きますよ。3、2、1で振り返ってください。はい、2、1、どうぞ。これ何？おっきい。これがテレビ塔。こんなん見たことない。見てなかった手で、あの振り返るところからやる。でもね、ちゃんとあれぐるって通ったから。さすが、見たよ。走り回ってた。一緒に通った。やばい、入っちゃう。見切れる AD みたいな。それでは1曲お聴きください。リリコさんでお花畑。いろんな色があるんだぽ。さまざまな花があるんだぽ。みんな笑顔でよろしくね。頑張れ頑張れ札幌ポ。わおしょうもな。こちらがあの有名な北海道テレビ塔でございます。じゃらーん。はい、いきましょう。はい、3、2、やってきましたテレビ塔。こちらが札幌駅でございます。私自身初めてなので、どのようなのがあるのか行ってみましょう。ジャンプしてジャンプ行ってみましょう。一気飲んでなくない、ワウワウ飲んでなくない、ワウワウ。うわ、見て、ちょ、明太子とかやって、美味しそうじゃない。美味しそう、塩辛バターも美味しそうだね。明日ってほら、美味しそうなおつまみがいっぱいだよ。気にはなるけどね。白い恋人とルピシアのコラボもね。ルピシアのブルワリがあるの。あのやっぱりこれが一番ですかね。これが一番いいですよ。やっぱりこれですかね。じゃあ、私こちらにします。甘いの飲めない人間はこれだよね。ね、美味しそうなチーズもいっぱい。あ、これ超美味しいよ、これ。え、マジで？うん。でもさ、1個多くない？食べてみようか。うん、これ買おう。これ1個にしようよ、だから。うん、ありがとうね。ね、本当に元気にしててね。今まで札幌で頑張ってきたけど、沖縄で頑張るから。これで沖縄行くから。じゃあね。ぽぽーシュンシュンシュン。すいません、ありがとうございます。嫌われてる、ずっとハイタッチ。嫌われてません、よろしくお願いします。5番 B 第2お清め。あ、すごい上手じゃん。映え映え、映え。北海道クラシック、なんとかショップ、伝統のショップ、空地エール。いただきます。カンペール。急ブレーキを使用することがある。おデブ、ぽっちゃり、ガリガリってあるじゃないですか。それの結構極端でしょ。で、この間の絶妙なこの辺を作ってる。
まあ、ここやめて、待って、デブとぽっちゃりになったらデブなのよ。ガリガリでもないよ。だからそのぽっちゃりの3割下ぐらいのさ、素敵な言葉をさ、作ってんの今。でもさ、ふんわりはさ、モテを狙ってさ、自分可愛いみたいな言い方じゃん。それはちょっと恥ずかしいから。マシュマロボディも違う。違うね。それ男がお前マシュマロボディって、ガリガリだよ。知ってた。そうか。マシュマロ、そのマシュマロ、ちょっと大容量のマシュマロみたいな感じで。どう増量中。増量中。お得なマシュマロにしとかなマシュマロ。でもぽっちゃりって結構太いじゃん。うん。だから。リサはさ、ヘルシー体型じゃん。筋肉質だね。筋肉質だから。ヘルシー、とても健康的って感じがする。ありがとうございます。で、あやかはガリガリじゃん。あやかはガリガリ。で、ぽっちゃりのと結構いるじゃん。うん、上が。そうだね。やっぱフリルじゃん、フリル体験、フリル体験、品もある、どうもありがとう、品もある、なんか可愛らしい、フリル体験、フリル体験、私はフリル体験です、爆誕、爆誕、フリル体験爆誕、フリル体験もしくは、枕体験。ちょっとそれでもさ、マシュマロと近い、近い、モテようとしてる、モテようとしてる、ダメ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 、こう角度違うとこから見るとルノワール体験それいいじゃん、ルノワール体験、マジで体験いいじゃん、私のお風呂入ってるロココ体験、ロココ体験なんだやっぱり品は忘れたくないから、ありがとう、品格は忘れたくない、ある程度まあベストも頑張って保つようにしてれば、うん、だけど他がよう、他がだから他のオーンで、撫で方のオーンだから、で、お肌も白くて、そうだね、おー、たわわ、たわわ、たわわってるから、たわわ体験、たわわ体験で、決定しました、ルノワール体験、爆誕、爆誕、解決しました、フィリコさん悩み解決、購入品でこちらでございます、私のおすすめ、チーズイカ、うん、これはですね、1、2、3、4、5、6、7、クリスマス付近にも7粒で800円もする、結構 高級品でございます、うんうん、でもね、これ美味しいの、うん、と、これはちょっとよくわかんないけど美味しそうなので、うん、香ばしくローストした素焼きアーモンド入り、アーモンド入りなんだ、あ、ローズマリー大好き、ローズマリー、タイム、オレガノも好き、三種タイムもいけるやん、タイムだけは絶対嫌、あ、嫌なの、避けて食べて、むずくない、避けて食べて食べてから、上手にタイムだけ。ああ、俺が本当に美味しい。タイムも好きよ。タイムも好き。見えなかった。よかった。もう一回。あ、おお。あ、可愛い。こういう感じでございます。俺がのだけ避けろよ。あ、いい音。ケニーかと思った。まあね、ちょっと飲むからね。開けな口、はい。よく一緒に飲んだね。本当。楽しかったよね。楽しかったよね。生きてんだよ。生きてんだよ。東京で元気に生きてんだよ。東京で元気に生きてんだよ。頑張ってる。頑張ってるんだね。どこに着いたの？ひかもみ。違うね。どうやったらそういうの？はい、到着いたしました。1時間半ですね。よう寝た、よう寝た、気持ちよさそうでした。上陸しましたよ。おめでとうございます。初めてリリコ初上陸。え、何回目ですか？初めて。声ガサガサ。ガサガサダメじゃん。寝起きなんよ。ギリ合格。あ、ギリ合格。大
確かめ方。運転手なら後ろに2人。ごめん。間違えた。いや、いいんです。すみません、早く出してください。はいで、見て、広がる花。次回のおばキッズ北海道ツアーは、愉快な仲間たちと富良野、美瑛までドライブです。SNS もフォローしてね。チャンネル登録もよろしくお願いします。See you next trip!